こんにちは、ウィレです。今日も早速ですが、前回の3番目の説明の続き、今日は42式太極剣の4番目の動作を説明させていただきます。名前は TCPJ っていう動作なんです。TC っていう動作は片方を上げてます。曲げて上げてます。TC っていう意味なんで。PJ は実際この42の4番の PJ はルンピと言います。ルンっていう意味は肩を回します。ルンっていう意味。ピっていうのは最後上から下へまっすぐっていう動作で PJ にします。はい、早速ですが、まず動作だけを見てください。3番目の功夫小剣終わったら、はい、簡単と思いますね。はい、バランスの動作と柔軟性もちょっとありますので、あと同時に一緒に上げるっていうことはまあまあややバランス崩れやすいという動作なんですが、ちょっと今から1説明します。まずは3番目のシャオチェンから、はい、重心を後ろへ、まず後ろへ、移動するっていうためには、股関節を先に緩めて左の膝を緩めます。で、曲げながら左手は徐々に右の肩の内の方に円を描きながらつきます。つけたらいけない、ちょっと距離があるっていうことなんで、次股関節を右へ回して、右のつま先を必ず上げてください。次右腕を回すために、股関節は右へ回しながらさらに腕を回して、次上から剣をピッ、手首と剣と肩を全部一線にします。次左手は下から横へ上げます。はい、この形は皆さん気づいてるかどうか、剣は45度、つま先も45度、左手はこの TC の左足の外です、横です。こういう形ではないですね。左の足の上に手ではなく開いてます。はい、この動作をきれいにできるっていうのは、左の脇腹をややねじってる、ちょっとぐらいねじってるっていう感じなんで、はい、もう一回横から見てください。私の左手のルートを確認してください。回します、下から、はい、横から多分見やすいので、左手はこっちではなく開いてます。左の脇腹をちょっとだけねじってました。はい、もう一回後ろから見てください。はい、この動作は左手を半円、自分の右の、肩の内側に徐々に近づくと、右手の方がルンピシっていう動作が難しいので、ルンするためにルンっていう動作をするために、股関節を右へ回すだけは足りなく、プラス右の脇腹をさらにねじながら右腕をルンっていう動作ができます。で、 P は上から直
直接したピジェンという動作だから逆に簡単です。ただし気をつけてほしいのはピの高さはちょっと低い方が横から見ると肩のやや下、もし肩と同じ高さにすると一番目立つのはこの三角筋の筋肉なんで、必ずちょっとだけ下げるとリラックスっていう感覚がすぐ出ます。はい、もう一回正面から見てください。はい、これで、第4番の TCPJ の説明終わりましたので、ぜひ皆さんも家でも練習してみてください。バイバイ。